第1問目のランキングこちらです。3期生振り返ってください。さあこういうランキングとなっております。このランキング果たして何のランキングでしょうか。分かった方早押しどうぞ。難しいよ。早押し、早押し、はい。持ってる文房具の数。持ってる文房具の数。かわいい。小学校の学級新聞のランキングじゃない。文房具じゃない。はい、さ親戚の数。親戚の数じゃない。そんなの並べてパッて見てわかるじゃん。そうですよね。さあ来た、どうぞ。足の大きさ。足の大きさ。そんなことないよ。そんなことないよ。ゾロ28センチぐらいだっけ。さあ出ないか。はい。持ってるハンガーの多さ。ああいいね。ああいいね。ハンガー。ってことはイコール洋服多く持ってるってことだった。衣装持ちみたいなね。そういうだから広がりを考えましょうね、テレビとして。ランキングなら、ほら広がり、広がりを感じる答えをお願いします。みんな頑張れ、頑張れ。嫌いな食べ物の数。かわいい。かわいい。かわいい。確かにね、そんなに多いよ。松田がやっぱり中間あたりにいますね。松田が何やったら中間。松田が中間のやつです。そう。ヘアアクセサリーの数。ヘアアクセサリーの数。おじさんたちは広げる自信がありません。はい、来た。ヒントください。ヒントください。早いな。580。580で他のメンバーが。はい、来た。持ってる本の数。ああ違う。違う。これはおかしい。これはおかしい。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 多すぎる。おかしいってなると平均の松田とか見てみたいですけどね。確かに。松田の数オープン。はい。44。多い。多い。それでも多いよ。我々多いって思います。さあ。ヒントじゃない今の若い子。はい。飛行機に乗った回数。どのだけ出川さんぐらいロケ行ってるじゃん。私は乗らないね。勝利。家にこもった時間。最大の時間。こもってそんなのかな。めちゃくちゃ立てこもってる。ゾノは友達いなかったのかな。いますけどね。いますけどね。ゼロです。ゼロもゼロ。増本がゼロ。はい、来た。漫画を持ってる漫画の数。違う、さっき本で違って言った。そして本の時なんか言うからリアクションで。はい。洋服の数。洋服の数。なんも肌感動じゃん。なんどういう時増えるの大園とかは。私はもう応援したいとか。応援したい。はい。YouTube のチャンネル登録の数。よく出たね今のでは、ね、YouTube のチャンネル登録数のランキングでございました。すごい。じゃあ全員の詳しく見ていきましょう。メンバーボードオープン。ほらもうゼロ、ゼロ3人いるわ。ゼロ3人でも大園ダントツっす。いやまあちょっとゾノぐらいいっちゃうと何でも登録するな。そうですね、もう好きと思ったらポンって感じ。へえー。